カルピス由来の乳酸菌科学シリーズの CM キャラクターを務めさせていただいております木村佳乃です。この度こちら守る働く乳酸菌の新 CM が完成しました。今回は撮影は茨城の幼稚園をお借りして行いました。もうとっても可愛い園児たちともう元気いっぱい楽しく撮影しました。すごく素敵な CM になっていると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。木村佳乃でした。毎日大勢で一緒にいるので大人も子供も体調には気を使います。さあカルピス由来の赤いお守り、みんなで一緒に体調管理、守る働く乳酸菌、体にピース。カルピス由来の乳酸菌科学から。こんにちは。この時期はやっぱりこのぐらい寒いですか？特に午前中とか夕方とかはすごく寒くなります。毎日大勢で一緒にいるので、子供たちの体調も自分の体調も気をつけています。やっぱり寒い時期でも外で遊ぶのが大好きです。あ、そうですよね。この地域ではマラソンがすごく盛んなんです。子どもたちが元気に走り回ってる姿っていうのはやっぱりこちらも見てて元気になりますよね。さあカルピス由来の赤いお守り、みんなで一緒に体調管理、守る働く乳酸菌、体にピース。カルピス。